こんばんは。今夜の案内役を務めますチェリーです。あ、忍さん、すいません。海はいいの。チェリー、えっ、えっ、チェリーに、に砂が熱い。我慢するんです。やっと行ったか。顔やけどするとこだったの。あはお、お主ら偶然じゃの。みんなコーラでいい？俺アイスコーヒーで、面倒はジンジャーエール、砂利店はイチゴミルク、さくらさんはねアップルジュース。わしはめそうだがよいな。どうしたんだ、しのぶくん。な、な、何かいる？弁当を残しては罰が当たるぞ。ずらー！なになに？諸星、捨ててきなさい。自分で捨てりゃいいだろう。授業中断されて一番困ってんのは先生なんだから。ね、授業を再開する。つまり関係代名詞とは。聖職者を粗末にしてはいかんの。いただきまーす。待てい、諸星。雑煮を運ばせたということは、涼子がこの新年会に気づいているということとなれば、ただの雑煮であるわけがない。毒入りか、いや爆弾ぐらい入っていても。よーし食え、諸星、毒味薬を押せつけるかな。毒なんか入ってるもんか。涼子ちゃんは優しい女の子だぞ。何を根拠に言ってるっちゃ。前雑煮であった。貴様ら、チェリー雑煮を運び込むとは、毒入りよりもっと立ち回りが。諸星当たる、17歳と9ヶ月、心身ともに健康。当たる。いきまーす。会場はここかな。虚しい戦いであった。貴様が邪魔したんだろうが、貴様が。あの二人の間には誰も入り込めん。お主の美貌も財力も全く無力じゃ。黙っていれば痛い放題。許さん、そこへ直れ。叩き切ってくれるわ。降下ポイントに到着。降下用意。え、もう飛び降りた。さあダメじゃ。えっちゃん、でもおかしいと思わない？ダーリンの行く先々に雪だるまがいるっちゃ。別に、雪が降ってんだもん。お主は雪だるまに取り憑かれたのじゃ。うわー、たった、どこから湧いた。うわー、取り憑かれたのじゃ。あーだーが。よし、すぐ呼ぼう。面倒のバキャロー。なんだと。1秒やん。はいはいの。面倒家の情報もなめるなよ。まあ待て、話を聞け。聞く耳もたんが。落ち着くっちゃ。落ち着くっちゃ。落ち着くっちゃ。やめてくれ。
わしの眼力もまだまだ捨てたもんではないわい。当たる、もういいの？うん、お前病気やないか？きつじゃ。このほうけた表示を、何か恐ろしいものに取りつかれた顔じゃ。お望みならわしが除霊して死んぜるが、奥方、味噌汁をもう一杯。結構です。今や数えるほどしか残っていない立ち食いのプロがこの友引町に3人。どうなっとるんじゃ。わからん。おっさん、ええ加減にせえや。ちょっと静かにしてくれんかの。今ええ場面なんじゃ。あれ。なるほどの。それはすまぬことを。なんじゃ、騒がしいやつじゃ。見て、この前菜の豆の色つや、このプリンの震え具合、生クリームのたおやかさに、パイナップルの色っぽさ、こっそり覗いてるこのナルト巻きがまた渋い。そしてなんといっても、この愛くるしいチェリーの恥じらい、芸術だよ君。呼んだか？ん？なんだおめえは。呼んだじゃろ、あの愛くるしいチェリーの恥じらいって。にゃー芸術もんじゃろこの恥じらいは。この小汚いやつをつまみ出せ。待ちなさい。肉を懐に入れるとは肉らしきこと。肉は鍋に入れるのが憎いやり方でしょうが。できる。こやつなら安い肉の一つにも平気で命をかけかねる。いやー、分身の術の。なかなかやりますな。ならば芸をする人は番号と名前を言っちゃう。次は何番です？44番。友引高校校長ナーチャー忍法影縫いの術。うわっ、こんなことでいじけてたまるか。こんなことでってたまるか。小林ちゃん、ひらかちゃん、あひらちゃん、うわチェリー。公衆の面前で照れるではないか。成仏せい。なるほど、正体が分かれば何を怪しむでもない。まさしくその通り。さっさと回収して立ち去るがいい。